はい、こんにちは。9月の30日月曜日の日替わり竹部でございます。さて本日の東京外為商ドル円相場でございますが、これ先週ですね、ご案内させていただきましたウィークリーレポートでもちょっとご案内させていただいたんですが、やはり米国の債務上限問題、これがまあ与野党で対立しているということで、ドルがまあ非常に軟調になっているというような状況でございます。まあ、ドル売りというような形が強まっているという形では、まあ、円買いというのはちょっと遠いのかなというところだと思いますが、こちらの方はちょっと長めの、かなり長いんですが120分足というようなチャートでちょっとご覧になっていただければと思います。98円台割れのところが現状の水準かとは思いますが、この97円台後半を大きく下抜けてくるようですと、これは8月の中旬水準でございましたけれども、97円水準の維持、こういったところが知らしめられた記憶あろうかと思いますが、こういった場面にまたまた展開するような兆しなのかなというふうにして見ております。これがまあ本日の東京外為市場の、まあ、見解というか、まあ、動きかとは思いますが、さて本日が9月の30日ということでちょっと早いんですが、9月全体の相場の動向、為替相場の動向をこちらのタイトルでご案内させていただこうかと思います。一覧速報、9月の泣き笑い通貨と。結論から申し上げますが、ニュージーランドドル円が一番強かったですというところでございます。RBNZ のウィーラー総裁から政策金利引き上げが来年必要となる可能性だというような話があってから、ニュージーランドドルが強含んだ経緯がございます。で、本日でもニュージーランドの首相がですね、まあ、緩やかであるけども、まあ、金利に関する必要性、まあ、利上げに関する必要性というのをコメントしておりました。そういう意味では、来月にもちょっとつながっていくようなところがニュージーランドの動きなのかなと。特に対米ドルの動きというのがマーケット、まあ、非常にちょっとマニアックかもしれませんが、こういったところも注目しております。で、一方で意外だったかなというふうにして思われる方も多いのかと思いますが、ドル円、我らがドル円相場でございます。結果としては、まあ、98円台の、まああまり変わらないのかなと。前半から始まり前半に回帰してきてしまったというような状況かもしれません。まあ、厳密に今97円台の後半ではございますが、ある種ちょっとイーブンパーで終わってしまうような動向なのかなと。そういう意味では、これから来月に向けての一つの課題かもしれませんが、もちろんドル円もとっても大事な重要な、主要通貨ペアではございますが、クロス円の動向、こういったところも、まあ、10月相場はちょっと賑やかしが高まってくるのかなというふうにして見ております。いずれにしても9月相場をちょっと振り返ってみて、10月相場の戦略、これをもう一回練り直す意味でもですね、ちょっと過去を振り返っていただければと思います。以上、9月の30日月曜日の日替わり竹部でございました。